日に日に増えてきています。多くは警察が容疑者の居場所を特定するために徹底捜査に当たっているという内容です。警察は我々の取材に対してもこう自信をにじませました。いや、日本の警察が一刻も早く彼を逮捕できるよう協力したいです。